レイシズム。ルース・ベネディクト。安倍大樹訳第二章。人種とは何ではないか。人種と文明は混交する。 世界史の中でこれまで様々な文化圏が築かれて、そして滅びていった。一つの人種によってすべて建設された文明はこれまでなかった。そして逆に、一つの人種が一つの文明にだけ参画するということもなかった。自然科学の言葉で言えば、文明は人種の機能とは呼べないことになる。 栄枯清水の歴史を知るほどに人種が混交することなく築かれた文明など一つとしてなかったとわかる遠く前世時代にまで遡ったとしても同じことだある高明な考古学者がこんなことを言っていた古くからいた民族が滅びたとしても土地に根付いていた文化を新しくやってきた人々の文化を吸収しながら さらに発展していくものだ、と。数千年の視野を持つ考古学者にとって文化とは、一民族が衰退するくらいのことで消えてしまうものではない。むしろ、土地の住民が次々に入れ替わったとしてもなお保たれる大きな体系こそが文化と呼ばれるに値する。すなわち、 ヨーロッパの旧石器時代から現代まで受け継がれてきたものは文化の連続性であって人種の連続性ではない。ネアンデルタール人の文化は中石器時代にクロマニオン人へと受け渡されてそしてさらに新石器時代になって洗練された。現在ではヨーロッパという狭い地域の考古学ばかりが進んでいるが アフリカ、アジア、そして中央アメリカにおいて蓄積されつつある知見もやはり同じことが起きていたと伝えてくれる。このストーリーは歴史の輪郭がはっきりするようになって以降の西洋文明においても繰り返された。19世紀の学者はヨーロッパ文明をギリシャから解き起こすことで満足したけれども今日そんなことをすれば 笑い草である歴史学の発展によってヨーロッパ文明の起源はもっと古くにまで遡れることが明らかになっているギリシャ文明は地中海の東方文化を引き継いだものであったしこの東方文化にしてもエジプト文明の大きな影響を受けたものであった 現代の私たちがヨーロッパ文明のものと考えている発明物の多くもその起源をたどればずっと遠い民族のものである製鉄はインドないしトルキスタンに始まった技術であるし火薬は中国に由来するあるいは印刷機の発明にしてもやはり元をたどれば製紙活版印刷が共に中国から輸入されている 経済の点から見れば大規模な人口集約によって現代の私たちの生活が築かれているとしてもそれを可能にした穀物の工作や畜産は新石器時代のアジアに起源があるタバコやトウモロコシを栽培化したのは中央アメリカの先住民族が初めてだった 現代の工業生産に必須の計算術についても元は中東で発明されたシステムであってそれをムーア人がヨーロッパに持ち込んでいる大数学も同じように輸入された知識であるローマ時代に入るまで西洋にはごく簡単な算術よりも高度なものは知られていなかったことになるあらゆる領域において 私たちの西洋文明は数々の人種が共に作り上げてきたものである。これは観測事実であって推論ではない。文明を作り出す数ある要素のうちの一つとして人種があるだけだ。白人はかつて今の日本がそうであるように文化を借り入れる側であった。 白人が何百年もかけてやったことを日本をわずか数十年でやってみせたわけだがこれをありのままに解釈すれば日本人の方が人種としてずっと優れているという議論さえ成り立つ人種集団は不均質である文化と人種が全くの別物であるということを違った視点から眺めてみよう つまり人種を固定したものと仮定してそれぞれの人種にどのような文化が備わっているかという議論であるしかしこうすると途端に雲行きが怪しくなる同じ人種であってもある一部が高層建築大都市巨大行政組織を作っていながら別の一部は昔ながらの牧畜生活を送っているのだから アラブ人の一派はスルタンのもと学芸と美術が花開いた豪華絢爛な国家組織を作り上げた別の一派はベドウィンとして単純素朴な遊牧民として過ごしたマレー人を見ても半島沿岸にほとんど原始的生活を送る者もいれば内陸部で高度な文明を築いた者もいる あるいは原始民族とされているシベリアのアムールガ岸ギ部族やツンドラ地方のユカギール族も人種としては高度な文明を築いた中華民族と同一であるし満州族はもともとツングース系の地味な小民族に過ぎなかったところをモンゴル帝国との接触そして17世紀中央の中国への攻勢を通して この時代で最大の富と栄誉を一手に集めることとなった。世界史のどのページを開いてみても同じような話ばかりだ。人種が一塊となって高度になったり原始的になったりすることはない。文明と非文明を分ける試金石になることもない。 祖先がかつて野蛮人と呼ばれていたとしても、その子孫が現代になって文明生活に適応していることに何の不思議もないし、そこに相応の貢献を果たすだろうことも当たり前のことである。北方人種もこの例外ではない。明白なる運命、マニフェストディスティニーなどという大言相互がかつて唱えられたが、 しかし同じようなものが同じくらいに他の人種にも備わっているのだから、いくら大声で主張したところで虚しいだけだ。それでもなお、北方人種だけが特別に優秀であるとの言説がまかり通るようなら、むしろその言葉の背景にこそ、何か隠したい事情とか、裏の意図とか、あるいは無意識の言い訳があると考えるべきだろう。 現実の歴史を見るなら、アーネスト・フートンが言ったように、かつて北方人種は、北の痩せさらばえた悪党どもであって、古代ヨーロッパの比較的平和だった時代をか乱した存在である。あるいは、フランク・ハンキンスが言ったように、文明を作るよりも壊すことの方がずっと多かった。繰り返しになるけれども、 人種というのは遺伝によって受け継がれた身体的特徴の組み合わせに過ぎず大昔に野蛮であったこととか現代において立派な文化を誇っていることとは関係がないかつてそやな生活を送っていたとしてもその人種が現在においても劣等であるということには決してならない原始部族の世界認識 気の遠くなるような長い時間をかけて文明は少しずつ築かれていく。ある時にはあの民族が手を貸し、また別の時にはこの民族が手を加えるという風うに。あらゆる文明がたった一つの人種の功績であると主張するような人物を時々見かけるが、そういう人間の語る物語は私たち文化人類学者に 原始部族の創生端を思わせる。我が部族と共に全てが始まり、そして終わるだろうとか、始まりの世界には我が部族に全てが与えられていたとか、我が部族が堕落すれば世界が終わるとか、そんなことをパプアニューギニアの先住民が言えば、例のレイシストは鼻で笑うのであろうが、しかし、 国に帰れば彼自身も全く同じことを言って回るのである。おかしなことをやっていると自分では決して気がつかない。原子部族の世界認識はテリトリーのほんの少し外までしか広がっていないものだし、民間説話がすなわち歴史であって、知識が足りていないために話は古代的になる。この視野狭作は万が一、 ご立派な学識経験者のお墨付きがあろうとも、やはり幼稚な勘違いであることには変わりがない。視野狭作のあまり、歴史を書き換えようとしたり、自分自身が属する集団ばかりにスポットライトを当てたりするかもしれない。すべて儀式である。真実の歴史が私たちに教えてくれるのは、 たとえ文化的な優位性というようなものがあるとしても、それはある民族からある民族へと、ある地域からまた別の地域へと、次々に受け渡されながら今日に至っていることである。ある時代のある地域に住んでいたエスニックグループのさらに小さな一部分が、歴史的な経緯からたまたま何らかの役割を演じるようになった、とする方が正しい。 そのチャンスに恵まれた人々は生活の水準も上がったし、偉人として名を残す個人も出た。メソポタミア、中国、インド、エジプト、ギリシャ、ローマ、イングランドといった地域がその舞台になった。高度な文明を一手に支配した単一の人種など存在しない。 ここからの章では歴史、生物学、身体計測学についてそれぞれ見ていこう。人種の概念によって人類の偉大な達成をすべて説明しようなどと決して考えないこと。人種は形態的な測定結果に過ぎず、人類の歴史はもっとずっと複雑であるし、文化は遺伝子のように機械的に伝達されるものでもない。